はい、皆さんこんにちは、レイラです。今日はですね、私のヘアケアの方法についてお話ししていきたいなと思います。ヘアケアって言っても、私別にシルクみたいな髪とかそういうわけじゃなくて、むしろね、長い間ヘアカラーとか宿毛とか、まあ、エクステとかいろいろしてきたんで、人よりダメージが蓄積されてる方なんですよ。で、そのダメージを、まあ、なんとかね抑えようと思って、ヘアケアはいろいろ試してきたりして、まあ、その中で自分が、まあ、これいいかなっていうのをいくつか今日紹介していきたいなと思っています。まずシャンプーとコンディショナーですね。で、シャンプーとコンディショナーは私イオっていうやつを使っているんですよ。で、これイオの中でも髪の毛の髪質とかに合わせて色がいろいろあって、私は赤いやつを使っています。色を使うとパサつきが抑えられて、洗い上がりがすごいまとまるんですよ。他のねシャンプーとかコンディショナーをいろいろ試しても、なんか結局私このイオのシャンプーとコンディショナーに戻ってきちゃいますね。で、これ確か美容院専売品なんですけど、ロフトとかにも売ってるんですよ。で、値段はねちょっと、まあ、普通のやつよりも高めではあるんですけど、ネットとかで詰め替えの大容量とかが売っていて、私はそれ買ってるんですけど、これちょっと間違えて私1リットル買っちゃったんだけど、これちっちゃいやつで、いつも買ってるのがこれ 2.5 リットルこれを買ってるんですよ。これ買うと意外と安く買えるので、普通のシャンプーと値段大して変わらないんじゃないかなってぐらい安く買えます。前まで私コンディショナーが良ければ別にシャンプーって何でもいいんだろうなって勝手に思ってたんですけど、美容師さんに聞いたらシャンプーの方が洗浄力って高いので、むしろシャンプーの方が重要だよって言われて、それからはね、シャンプーの方もイオに合わせるようにして両方使ってます。で、次はヘアオイルですね。私はこのロレアルパリのやつ、これを使ってますね。で、これ種類がいくつかあるんですけど、私詰め替え用が良くて、詰め替え用ってそんなに種類がないんですよ。で、詰め替えがあるこの種類のやつ使ってますね。これね、使うとほんとパサつき落ち着いて、もうしっとりって感じ、本当にすごいまとまる、めっちゃいいですね。で、なぜか私このヘアオイルの匂いを嗅ぐとディズニーを思い浮かべるんですよ。なんかのフードの匂いなのかなとか思ったり考えたりするんですけど、なんでこれを嗅ぐとディズニーの匂いなのかなっていうのがいまいちまだピンときてなくて、すごいね気になってるんだけど、モヤモヤしてるんで、なんか誰か分かった人いたらコメントとかで教えてほしいです。で、あとね、このオイルのいいところがこのケースがめっちゃ良くて、これね、分かるかな、ここが回るんです。で、これロックがかかるんですよ。回すとロックがかかるから、押しても出なくなる。なので旅行とか行くとき、やっぱヘアオイルって結構液漏れしがちじゃないですか。だから私持ってくのが結構怖いんだけど、これは割とねロックがちゃんとかかるから、すごい安心して持っていけるかな。まあでもそれでも一応怖くてビニール袋とかには入れるけど、このケースもめっちゃ便利。ヘアオイルは熱とか乾燥から髪を守るものなので、私は乾かす前と、あと一応乾かした後2回つけてます。で、次はドライヤーですね。私はヘアビューロンのこのドライヤー使っています。ちょっと古いやつなので、もう今はこの種類ないかもしれないんですけど、ヘアビューロンはいろいろね値段によってグレードがあって、その中で選ぶって感じなんですけど、正直どのグレードのやつもヘアビューロンドライヤーは高いですね。高いんだけど、でもまあ毎日髪の毛に使うものだから、ちょっとまあドライヤーは高くてもいいやつ買おうかなと思って私はこれ使ってます。で、このドライヤーは風量が結構あります。あと若干ね、これ重めのドライヤーかなって感じですね。で、これね、いいところはここにボタンがあって、ワンタッチでこれを押してる間は冷風に切り替わるんですよ。で、離すと温風に戻るって感じなんですけど、買った時はこのボタンいらなくないって思ってたんだけど、
ドライヤーで乾かすときって温風と冷風を混ぜて乾かすのがいいんですよ。だから乾かしている途中にいちいちここで切り替えなくても、これ押すとすぐ冷風に切り替えたりとかができるので、今となってはこれめっちゃ便利だなって感じですね。でもちろん髪の毛乾かした最後は冷風で終わらせてます。次は櫛ですね。これは鉄板かもしれないんですけど、私はこのアベダのパドルブラシを使っています。私今まで櫛なんてどれも一緒だろうなって思ってたんですけど、これを使って溶かすと髪の毛がすごいツヤツヤになって、もう違いが一目瞭然で、櫛がどれも一緒なんてもう言えなくなりました。でこのね、櫛のいいところはここに一つ空気穴もあって、こんな感じでヘッドマッサージもできて、それがすごい気持ちいいんですよ。でこれ値段が4000円ぐらいで、この裏側ここに名前を彫ることもできるんですよ。だからね、プレゼント用とかに送ってる人とか結構いると思います。で私もこの櫛すごい良かったんで、名前を彫ってお母さんにプレゼントしたんですけど、お母さんもねこれ使ったら、この違いすごすぎるってなんかすごい驚いてました。それぐらいこの櫛いいかなと思います。次はアイロンですね。アイロンも私ヘアビューロンのアイロンを使っています。これもねグレードがあるんですけど、私はこのやつ 3D プラスってやつですね。でもしかしたらこれもちょっと古いやつだから、もう違うやつに変わってるかもしれないです。普通アイロンって使った後に髪の毛がパサパサするじゃないですか、水分が抜けて。だけどこのヘアビューロンのアイロンは使った後になんかみずみずしくなるんですよ、髪の毛が。なんかスチーム出てんのかなっていうような感じで髪の毛がツヤツヤするんで、それがすごくいい。ただちょっとこれドライヤー同様に重いのと、あとね持ち手のところが熱くなってきちゃうから持ちにくいなっていうところは欠点かな。あと私長く使ってるからかもしんないけど、これね電源を入れたりするときに音が鳴るんですよ、ピロロンみたいな。なんかねその音がちょっと変な音になってきちゃったそれはまあ使いすぎかな、わかんないけど。でダメージケアの話とはちょっと話がそれちゃうんだけど、もう一つ私が使ってるアイロンと、あとコテもちょっと紹介しようかなと思います。まずアイロンがアドスト、これねすっごい軽いし、まあもちろん持ち手が熱くならないっていうのと、このね鉄板の滑りがかなりいいので、このアイロンはこう伸ばした時に髪が綺麗にめっちゃまっすぐ伸ばせるから、すごいいいアイロンだなって思ってこれも使ってます。でコテはですね使ってる人多いと思うんですけど、クレイツ、まあね、ダメージとかを気にしていいアイロン買うんならもしかしたら違うアイロンの方がいいかなとは思うんですけど、このアイロンはとにかくコスパが最強、超安いし、まあ、しっかり巻けるしっていうのを考えるとこのアイロンはめっちゃいい。でこれの特にいいところは温まるのが超早い。忙しい時とか時間がない時でも、もうこれ秒で温まるんですぐに巻ける。私は別にしょっちゅう髪を巻くわけじゃないから、まあ、クレイツのアイロンで十分かなと思ってこれ使ってます。あと美容院でやるトリートメントのメニューってあるじゃないですか。それで私気に入ってるのがあって、アリミノのコアミーっていうやつがあるんだけど、それがすごい気に入ってるんですよ。コアミーにも髪質とかによっていろいろ種類があるんですけど、私はちょっと剛毛で広がりやすいような髪質なので、ピンクの EX っていうやつをいつも使ってます。でこれホームケア用のシャンプーとかコンディショナーっていうのもつけられるんだけど、私いつもこれつけてもらっていて、このねシャンプーとかがもうめっちゃいいんですよ。泡立ちが良くて、なんかすごい髪の毛がまとまりやすくなる。でねこれシャンプーとかも普通に販売してて欲しいなって思ってるんですけど、このねコアミーのシャンプーとかはちょっと値段が高くて、まあ、毎日使うのはちょっとなと思ってまだ買えてないんですけど、すごいいいと思います。以上が私のヘアケアの方法になります。今ヘアケアの商品がすごいたくさんあるので、どれがね自分に合うのか見つけるだけでもなかなか難しいんですけど、またちょっといろんなもの試してみて、いい方法があったらまた皆さんにご紹介していきたいなと思います。
私の髪がね、広がりとかダメージとかパサつきとか、それが主な悩みなので、ちょっとね、それに合ういい商品を知っている方がいたら、ぜひコメント欄とかで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。